を始めていきます。皆様ぜひイベントご協力お願いします。 ASMR みたい。今日はその音も楽しんでください。今順位の方がですね、少々お待ちください。全体で29位で、良いお年をが5位ですね。5位、すごい接戦だね。やっぱり5位で少しね差がつけられると嬉しいです。年越し花火が39位です。皆様ぜひ応援よろしくお願いします。あ、火事じゃないですよ怖い怖い怖い、危ない危ない。違うよ、全然火事じゃないから、ね、あのアロマキャンドルをね焚いております。こういうね、 木が燃えている。これ木のやつなのでちょっとね音が、はい、押するんですけど、皆様ぜひイベントご協力お願いします。そうそうそう、チリチリ音がするのはこれです。こんばんは。すごい火が弱まった、急に。気になる？チリチリ変えようか。じゃあも匂いが好きで今日はこれを炊こうかなと思ったんだけど、こっちにしようかな。じゃあジョーマロン、ジョーマロンにしようかな。多分ジョーマロンの定番の香りなはず。これいいよね、これもいい匂いだし。こんばんは。皆様ぜひイベントご協力お願いします。すごいな、毛がついてる。今日はねパックしたんですよ。そう、すごいな、毛がめっちゃついてる。なんでそんな顔、私の顔に毛がついてるの。あ、気づいてた。そう、今日はビタミン C のパックをしまして、あの家にあったやつ1枚。ギフトありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力お願いします。そう、家にあったやつをパックしまして、いい感じ、すごいいい感じ。あ、ビタミン C 浸透したわって感じでもすごいね、色がよく、色々じゃない匂いがすごい良くて、うん、なんかいい感じに潤った感じがする。そうだね、なんかいろいろパックとかシートマスク、なんて言うんだろう、そうやって肌改善してったらいいな。すごい今まつげ、今日ちゃんとね、あのリンパマッサージもしたんで少し顔がすっきりしてるかも。そう、今日はねお兄さんとお兄様とお母様とそう夜はねご飯食べてきて、うん、ちょっとバタバタしてたみたいで、今日お掃除してたって、なんかご飯ちょっとね作れなかったからご飯食べに、お洋服着て、うん、23位まで上がりました。ありがとうございます。皆様ぜひ少しでもいい順位で終わりたいのでご協力お願いします。買い物行きたい。今なんか欲しいと思ったんだよね。そう、パック、
そう思ったの今日さ、そうだご飯食べに行くのにさ、ちょっとお店行ったのにさ、なんかそのまショッピングモール入ったのにさ、パック見てきてないし、コースター見てきてないし、何してんねんっていうね。はい、こんばんは。ちょっと外出たのに忘れちゃうよね。そして私明日が仕事納めです。イエーイ、明日夜だけのんびり寝て、のんびり仕事して。本当に私携帯どこやった？あれだった。ねえ。買い物行きたいし、初売りとかもあるもんね。多分あのあれは買わないんですけど、なんていうの、何なんだっけ、なんでしたっけ？あ、福袋、それ。そう、福袋は。うん、福袋は買わないけど、でもお洋服は買いに行きたい。来月ねマミーとご飯に行くから。そう、ちょっといいとこでご飯食べてくるんで。そう、お誕生日だからせっかくだしいいとこでご飯食べようっつって予約したんですよ。そう、の洋服もちょっとみたいな。楽しんでくる。いやマジで私初めてかもしれない、何気に。あと1ヶ月っすか。温泉行ってくるの？いいじゃない。そう、なんか悩んだの。パック買ってくるの、ありがとう。これね、なんかみんなのおかげで私がすごい、私の体の調子がすごく整っている。ありがとう。そう、そう温泉もね迷ったんですよ。なんだけど、まあなんかあんまり多分分かんなかった。ご飯食べようって。こんばんは。ご飯食べてくね。もう21にもなるし早いな。早っ。そう、早っ。すごい、なんか右目がめっちゃゴロゴロするし。楽しんでくる。温泉楽しんでね。日頃の疲れをゆっくり取ってきてください。お仕事いつも頑張ってるから。ありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力お願いします。やっぱり買い物がしたい。なんだろうね、この買い物欲。欲しいものがあるわけではないのに。こんばんは。ね、
部屋で映画見てる。映画じゃない、コナン君がいつもついてる。ジャンプショップ金沢エムズで1月21日まで。あ、ジャンプショップも今エムズでやってるのか。おお、おかえりおかえりおかえりなさい。ゆっくりお過ごしくださいませ。楽しんで。こんばんは。こんばんは。ねえ、ほんとに着たい服もあるし、お出かけしたいし、おしゃれしたいし。ちなみにね、今日のメイクはね、あ、ピンクメイクでした。アミューズを使ったピンクメイクでした。画面映ってる。ピンクメイクでした。そう、つまりピンクにして、そう、お口もだからピンクでっていうね。うん、今日はゆっくりに達したから楽しみます。本当にゆっくり休んでください。ねん、こんばんは。電池切れた？私が？私は疲れてはいるけど、なんか言うほどなく仕事が忙しくしてたわけでもないしね。なんやかんや言って今週はのんびり過ごしてるし、本当に。皆様ぜひイベントご協力お願いします。イベントがあと3日かな、今日含めて残り3日となっておりますので、良いお年をがね、結構接戦でして、はい、少しでも差をつけられたらいいなって思ってるので、ぜひぜひご協力お願いしますね。今年はなんか、まあ、バタバタしてたね。というか正直、あの AKB やってる頃よりバタバタ忙しくしてた。そうね、一番働いてたの。
そう、 AKB の時はさ、なんやかんや言って休みがあったし、うん、まあなんか月によってはね家いることの方が多かったりもしたし、うん、そうね、まあやっぱりコンサート期間になったらね、もうがっつりまた忙しくはなってたけど、でものんびりな日もあって、そうだからバイト始めてからなんかほんとバタバタ忙しくしてたから、なんか今年1年終わるのかって感じだね。そう、AKB の時はすごく不規則でした。うん、バタバタしてなんかちょっと落ち着いてまた忙しくなって、うん、でもね、なんかすごいいろんなことがあった。本当になんか仕事って大変だねっていう仕事って本当に改めて大変だねっていう、うん、なんかね今までも大変ではあったんだけど、やっぱりステージ立ったら楽しかったし、そう、まあ一応好きなことをやってたわけではあったから、ダンスと歌と、それがね、まあ、また全く違う仕事になって、まあ、飲食店で働き始めて、でもまあ全然楽しくないっていうわけではなかったけどね、なんかやっぱり忙しさの方が勝ってたし、890忙しかったよな本当に。890本当にやばかった。8、9、10月本当にやばくて、もうね満席、ずっと満席みたいな、ほぼほぼずっと満席みたいな、よかったね。こんばんは。そう、でもね、なんかそれでも美味しいねとか、ありがとうごちそうさまって帰ってくる人見たら嬉しかったけど、それでも忙しかったうーん、まあそうね、本当に頑張った頑張った、倒れずよく頑張った私。自分へのご褒美が欲しいわ一年お疲れ様、私なんかご褒美ないかな、自分へのご褒美なんかいいもんないかな、ないなそのなかった。こんばんは、ギフトありがとうございます。あるかな、なんか自分へのご褒美って皆さん何します？あ、やっぱり高いもの、ちょっといいもの食べたり、まあなんか自分へご褒美でなんかプレゼントしたりって感じか。ゲストありがとうございます。もうそれしちゃったからな、もうダメだダメだ、じゃあ私は自分へのご褒美はもうなしだ。そう、もうちょっとやっちゃったんでごめんね、そうちょっといいもんね、たまにねやるんですよ、じゃないと仕事できなくなるから。私の自分へのご褒美は年に2回の帰省ですね。あら、いいじゃない。お、今もうそれはね、もう満喫していただいて、財布買ったりとか、買わん、買わんのかい。そう、もう実施しちゃったんです、スーパーの惣菜コーナーで半額の寿司買って食べる。
お寿司美味しいよね。私もお寿司大好き。だからね、なんかすっごい食べたい時とか買いますよ。自分へのご褒美な。そう、でも私多分自分へのご褒美って大体物になるんだよね。そう、定期的に開催する日定期的にでもないわ。そう、もう本当にあーもう仕事無理はーってなった時にたまにねやるやつね。うん、それじゃないと頑張れないから。たまにヴィトンの財布買いたいけど車買うためのお金せんとなってなってる。ヴィトンの財布って言ったら12、3万から20万弱くらいかな。でもヴィトンの財布っていいよね。私もねたまに見るんですけど、めっちゃ可愛い。やっぱりカバンとかも憧れるし、ヴィトンは。まあ具体的な値段や、まあたまに見てるからさ、私もサイト見てるから。いや、なんかね見るの好きなんです、そういうの可愛いなと思って。やっぱりそう、なんか私はやっぱり結構本当にヴィトンが結構憧れなんですよ、私の中で。うん、私はヴィトンが本当に憧れで、まあ、いつか自分にね買おうと思って思ってるんだけど。そう、でもそれだけじゃなくて、例えばプラダとかミュウミュウ読み方ってるあれそうとかセリーヌとかね、私結構好きだから、そういうのも見ますし、インスタで流れてきたりもするので、そうたまにサイト見て、ああ可愛いなって見てます。私はそう、今なんか値上がりがすごいみたいね、本当に。やっぱり憧れちゃいますよね、ブランド。そう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 、全く買う予定ないのに意外とね、あの見てるっていうそう、なんか あ新しいの出たみたいなあんた買わんでしょうがみたいなね。そうだからインスタとかのおすすめとかでもね結構流れてきたりします、お財布とかカバンとか。そう、私ね、あのプラダのなんだっけな、あの厚底の厚底のなんだっけ、名前が出てこない靴の名前が出てこない、厚底のえなんだっけ、なんだっけ、ブーツ、ブーツじゃないんだよあれ、じゃあ厚底、厚底、あのその靴の名前が出てこないの靴の名前だけなんか出てこない、そこ、あそこ、あれな、あ、あの形ってなんていうん、あ、ローファー、それ急に出てこなくなる。そうがちょっと憧れで、プラダの。そうそうそう、プラダ可愛いですね。私黒のバッグ、そうなんか形とか見てると可愛いなって。なんかどうしても色暗い黒系見ちゃうよね。そのローファー出てこなかった。そう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 。あ、中学校とかね。中学校の時ローファーじゃなかった。私高校の時だったのローファー。よく YouTube でハイブラの開封で見る。あ、本当？そう。プラダはね、そうなんか私もプラダの。ローファーは本当に、厚底ローファーはなんか本当なんかよう見ますね。ちょっと憧れですね。まあ買わないんですけど
そう買わないんですけど、そういうのを見ながら、あ可愛いなとか、そう勝手にねお洋服想像しちゃったり。私でも黒のカバンっていっぱい持ってるから黒ダメなんですよ。そう黒のカバン見つつ、そう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 、黒のカバンね持ってるんですいっぱい。そう X ガールとか他にもいろいろモコモコのカバンとかいっぱい持ってるからね。今日香水見に行った。香水持ってるよね。そう黒が一番使いやすいから見ちゃう。でもダメだよダメだよ、黒はもう持ってるよ。そんな感じで見て、おー可愛いなって人します。皆さん見ません？ネットとかで。私さお洋服とか好きだし結構見るんですけど、ピンク？ピンク？あーどんなピンクかによる。黒以外で好みの色は赤。赤色。あとはまあブラウンベージュが、まあな黒の次に使いやすいって言ったらブラウンベージュなんだよね。ブラウンベージュ、まあベージュじゃなくてまあ白とか。うん。そんな感じで私はたまに見ております。皆さんお正月どう過ごす予定ですか？二人ありがとうございます。私はねいっぱい食べていっぱい寝てお酒も飲んできっと太るでしょう。まあそしてまあ初売りだね。二人ありがとうございます。お家でのんびりですか？ね言ってたね仕事漬けってね。うん、体調だけ気をつけて、本当に体調だけじゃない、体調も怪我も気をつけて。明日まで仕事で1月4日仕事、ハードスケジュール。意外とハードスケジュールだ。でもね温泉でゆっくり疲れとってね、無理せずお仕事頑張ってください。私もねそうまあちょっとのんびりはできそうかなって感じなので、20じゃあ今22に上がったのか、22まで上がりました。ありがとうございます。皆様ねぜひイベントご協力お願いします。キラキラ星もぜひぜひお願いします。
うん、ギフトありがとうございます。ねえ、まあ、でもお友達とちょっとご飯行く予定もあるし、それは楽しみだな。お、日帰りで金沢来てください。なんかじゃあ雪だけね、あんまり積もんないといいね。なんかだあの暖かいみたいだけど、正月は雪降るっていうの全く聞いてない。最近でもね、あのね、ニュースはあんまり見ないといういつものことながらニュースを全然見ないよという私ね。最近じゃないよね。もフィネも光にとっていい年になりますように。ありがとう。もうそのお言葉そのまま本当にあのお返ししますって言ったらあれだなそう、なんかすごいなんか嫌な人に感じちょっと嫌だな。そうそう、でもね、本当にてちこたんさんにとってね、とってもいい年になったら嬉しいです。日曜日天気悪くなかったかな。本当だ、日曜日だけなんか雨なんかすごいめっちゃ降ったろう。日とあと月もかな、ちょっと降るっぽいけど、なんかもう日月がもう何日なのかもわからない。あ、日曜日大晦日、もう大晦日一応外出る予定なんですけど、冬ごもりの準備だよ冬ごもりの準備だよ。お酒はもう買ったからね、お酒買ったから、ちょっとお菓子とかね、あとケーキね。もうこれはねマミーに言ったの、31日はもう絶対ケーキ買いに行くんだよ、分かった。去年ねケーキをね買おうと思ったの。1日に出かけたのかな、2日に出かけたのかな、ちょっとそこだけ覚えてないんだけど、まあ、出かけたのね。そう、出かけたの。そしたらなんかケーキが食べたかったんですよ。ケーキを買って帰ろうって言って買って帰ろうとした、なんかどのケーキ屋さんもね、なんかねすごいね長蛇の列だったの。いや毎年ケーキ食べてるわけじゃないんです、ただ去年食べたくなって、そう長蛇の列ででも買いに行ったら、そう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 、去年も多分ねしたのこの話。でもほんとどこの列もどこも長蛇の列だから、あ、じゃあ、まあ次行ったところを見てみようみたいな感じで行ったら、ほんとどこもなんかケーキが売り切れてる、もうないか、そう全く置いてないか、長蛇の列かどっちかで、ようやくなんか違うお店でたどり着いたんですよ確か。あれ違ったっけなそう、でも本当にマジでもう何軒回ったことか。そう、もうダメなんです、だから買いに、あの何が何でも買いに行こうと思ってケーキ31日買うぞ。31日じゃなかった、あ、そうコンビニかな、そう結局最終的にコンビニだった気する。そうどっかで買ったんですよ、そうコンビニだった気もするわ。よく覚えてるね、嬉しい、覚えておいてくれ。いや全然石川県の風習じゃないです、ただただ食べたくなったっていう私が。そうでも本当になんだろうね、なんかみんなさやっぱりさちゃんとおせちとか食べた後にやっぱりデザート欲しくなるんじゃないですか、分からんけど分からんけど。そう31日ならさ買えるかなと思って。まあケーキってね大体当日中に食べてくださいとは書いてあるんですけど、私前日まではいけると思ってる口なんでそう前日じゃない、次の日前日はやばい、戻ってる時。そう年越しそば食べますよ、年越しそばね、今年ちょっとお寿司やるのか分かんない。そのためのお汁粉じゃないか日本人。あーごめん、あのそれは平野家にお汁粉っていう文化がないんですよあんまり。たまにねなんかスーパーでカップのやつあるじゃないですか、あれをたまに買ってくるくらい。ギフトありがとうございます。汁粉っていう文化が平野家にはあんまりなくてですね、食べたい時に食べようねっていうのがお汁粉なんですよあのお正月は食べないですねあんまり。
うん、でも平野家にもね、もうお蕎麦が届いておりました。本日見たらお蕎麦入っておりました。いつもね、あの決まってるんですお蕎麦大体。あ、そう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 、そうケーキ売ってなかった、そう売ってなく、売ってないところと長蛇の列とで、そうでなんかコンビニで買ったらしいファンの方の方が覚えてたっていうお雑煮じゃない？お雑煮も食べないね。うん、あんまり餅も買ってないかも。家もう今置いてないな。うん、ちょっとだけ待ってて、今飲み物持ってくるわ。ちょっと喉乾いちゃって、さっきまで飲んでたんですけど、少々お待ちください。逆に何食べるの？まず1日に、まあ、お刺身とか、あすき焼きやったり、あと煮物揚げ物、卵焼きとか、まあいろいろおばばとマミーが作ってくれたものと、あとまあ買ったものと、買ったものって言っても大体そういうのも刺身とすき焼きのお肉くらいなんですけど、そうで、うん、でお寿司はね、おみ、あの大晦日なんです、平野家は。そうね、余った分を次の日とかに食べる。うん、で 余らなかったらもう普通のご飯になります。そうそうそう、おせちじゃないです平野家、おせちなんか食べない、あのおせちのもの食べれないから、私黒豆とか食べれない、うん食べれないから、平野家はそういうものは食べないです。まあいろんなね意味合いがあって、すごいおせちっていいんですけどね、本当は食べた方がいいのかなって思うんですけど、あんまり得意ではないので、まあ、ということでちょっと待っててね、飲み物持ってきます。そうそうそう、平野家だから全然おせちじゃないです。ただいまです。うん、そうね、真実はいつも一つ。あ、すいません、あ、指差しちゃってごめんなさい。うちの母、孫がいると寿司、すき焼き振る舞うのね。そうなの？
私は、私の家はもうババはねずっと一緒に住んでるんで、もうほんと私生まれた時からずっと一緒なので、まあでもいとこもね来るんで、はい、一緒にで、いとこにお年玉渡してね、ほんとにね、今年も卒業って早くて、お姉ちゃんは感動だよ。ありがとうございます。皆様ぜひイベントご協力お願いします。今ね順位が22位でして、21位の人との差が 28,910 ポイントになっております。あ、出たね、ちょうど今出たね。はい、ぜひ皆様ご協力お願いします。そうで、美味しいもん食べて初詣でも行って、中学生です、今中3、本当になんかもう早いよ、本当に早い。お姉ちゃん本当に感動しちゃうよ。いやマジ感動するわ。いとこちゃん早いね、君大きくなってもて。学校ももう決まって、メイクもして、本当にだんだんおしゃれに可愛くなってて、なんかもうね愛おしくなるの。身長大きいですよ、私より大きい、姉ちゃんよりも大きい、160、マミーよりも大きいかな、160、今何センチって言ったっけな、160はあるの。でもそう、マミー161だからマミーより超えてたはず。そう、洋服の好みが大人っぽくて、なんか昔はさやっぱりさ、ちょいちょい小学校終わったらさ私の家来てたんですよ、親が家に、そうお仕事でいなかったからね、私の家にも帰ってきてたりしたんですけど、なんかそういう時ってあんまり距離感がつかめなくて、もともとお互い人見知りだ、お互いというか、まあ、人見知りなんですよ、あっちも私より人見知りかもしれない。そうだから私もなんか大きくなってどうね接したらいいのかがちょっと分かんなくて、距離感が分かんなくなった時があったんですけど、でもやっぱりなんかだんだん成長していく姿見ていくと、なんかすごい可愛くて、なんか私のこと応援してくれてたり、そういうの聞くともうほんと愛おしくて仕方ない。そう、人見知りなんですお互い。なんかさ分かんなくなる時ない？なんかさ昔はさ、なんかもう小さかったからさ、あ、じゃあもう手つないで、あ、じゃあ一緒に行こうねってだったのが、まあだんだん小学校に上がってさ、あ、きっと、いや、自分でやりたいこともあるだろうし、なんかあっちもあんまり喋るタイプではなかったから、なんか自分でどう話したらいいのかな、何話したらいいのかななんて思いながらいたんですけど、今でもそうですよ。でも、もともと本当あんまり喋らないので、いとこ、それでもね、なんかいろいろいとこのお母さんから話聞いたり、そうニコニコって笑ってるのが可愛くてさ、愛おしいんだ。中学卒業した6年前か、そっか、そういうことになるのか、そうだよね、早い、いろいろあったな中学校も。いとこなんて全然合わんな、私親戚にまず合わないもん、いとこくらいしか合わない。そのいとこもでもほんと年
2、3回くらいかな。親戚とも本当に全然会わなくて、あんまり知らないというか、私もなんかばあちゃんとかお母さん同士でまあ多少ねつながりはやっぱりあるんですけど、私は基本的に会わない。ね、あっという間だったし、中学校も。本当に。そうね。でもね、会うの楽しみだわ。お年玉あげてる間はってのはちょっと寂しいな、その言い方。でもなんかすごくない、すごくないって言うのもあれだけどさ、私もさ、もうお年玉をねあげる年になって、それもなんかそれで大人になったなって思うし、やっぱり今までもらう側だったもん。伝えたいんだ。になってってるな、私も大人になってますか、私。急に。私大人ですか、本当に大丈夫、ちゃんとした大人になってる、不安だわ。分かるほどそばにいるのに、すぐそこまで迫る脅威、深くなる闇。大人？よかった。すっごい右目ゴロゴロする。多分まつげだな。よかった、大人になってるな。すべてを伝えたいんだ。夏場行けてないんだっけ。そう、行けてないんです。行けなかった、結局。あれ、今日で最後じゃなかったかな、確か夏場のお店。そう、ね、落ちてきたまつげがね、もうすごいことになっております。こんばんは。お、おいっ子が春から大学でやる気がしてくるか。あら、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。そう、やっぱりほら、今日で最後だよ、マツパ。ダメだわ。ダメだわ、もう。弟に、息子と遊んでやってって言われた。遊びましょう、じゃあ。わからん、なんか、私がその、あの、立場に なったことがないから。わかんないけど、ね、まだお兄ちゃんも姉ちゃんも結婚する気配ないし。皆様ぜひ
ベントご協力お願いします。良いお年をも、はい、いい順位で終わりたいし、やっぱりなんか接戦なのでね、少しでも2位に近づけるように頑張りたいので、ぜひぜひご協力お願いします。となって大変やろ。まあ大変ですよ大変だよ。ギフトありがとうございます。なんかさ、すごい感じたのはさ、大人になってっていうか、まあさ、やっぱりさ、もうこの年になったらさ、もちろん例えばなちょっと生々しい話するとまあ税金だとか年金だとかお金も払う年になったわけで、私はやっぱりバイトするようにもなってまあなんだろう、まあ、いろんな責任がさ、やっぱり大人になる上でさ伴ってくるわけじゃない。そうで、いろいろ自分で、まあ、支払いをしなきゃいけなくなってっていう中で、なんかずっとさ、小さい頃はさ、小中まあ何保育園とかさ、生々しいでしょごめんねそうそうそう、でもさ、その小中高ぐらいはさ、まだなんか、あ、早く大人になりたいな、お酒が飲めるようになりたいなとか、二十歳になりたいって思ってたのが、いや、なんか子供の時の方がやっぱりなんかそこら辺に関してはさ、楽しい、なんかまあもちろん学校行ったからさ、そこに関しての負担はあったからもしれないけれども、なんかなんか想像してた大人とやっぱりちょっと違うよなっていう、なんか楽しいだけの大人、できることが増えただけの大人ではなくて、もちろんそこには責任も伴うし、もちろん生きていく上でのやりたいことをするためのお金も必要だしって思うと、なんかすごい大変やなって思った。私はギフトありがとうございます超生々しい話してギフトありがとう、ごめんね本当に。そう、なんか難しいなと思った。だから今さ、だから私はさ、まあいろいろ本当にさっき言ったみたいに年金だとか払うものが増えて、でもそれはやっぱりまだ多分少ないんだよね、きっとね。そう、多分マミーに払ってもらってるものもあると思うし、もちろんなるべくね、自分でマミーに負担かけないようにと思って自分でやってるものもあるけど、そう、でもなんか、そう、なんか把握もできないし、そう、全部把握もできないし、でこれからまたなんかいろいろ増えていくわけじゃないなんか大変やと思う。すごい頑張って頑張って働いて、でもやっぱりそこでなんかなくなっていくお金もあるわけじゃないですか。まずもちろん払わなきゃいけないから払いますけど、そう、でもやっぱりそっからねそう、惹かれるものとかもあるしってなったらさ、悲しくもなるじゃん。ちょっとやっぱりさ、払わなきゃいけないものだから払うけど、やっぱりなんかちょっとさ、悲しくもなるしちょっと生々しすぎるそう、そう思った時に、ああ、大人って大変やな、全然想像してたのと違うな、子供の時の方が多分ただただ楽しんでいられたなって思った。うん。そういう意味で大変です、すごく。
全てがね水の泡とは私は思わないけど、経験だとか、でもまあそうね、大変やなって。あとやっぱりマミーに感謝するようになった。そう、今までやっぱりいろいろさ全部支払ってもらってたわけじゃん私は。まあそれが当たり前だって言われたらそうなのかもしれないけど、でもやっぱりきっとすごいたくさんね、まあ大変だったと思うし、なんかだからやっぱりちゃんと恩返しがねしたいなって、親孝行したいなって思うようになったかな。まあ生々しい話をしましたけど、まあ頑張らなきゃなってことですよね結局。そう、結局頑張って働いて頑張ってやりたいことをつかめたらいいなって。ですね。キリュウで食事に行った？あ、行きましたよ。私はもう結構月1くらいは行ってんじゃないですかね。月1、まあ、行けなくても 2,3 ヶ月に1回は絶対行ってるかな。あ、そんななんかお高いところじゃなくてもちょっと買い物行った時に、あ、今日私払うよで、お肉食べに行こうとか、そう、焼肉食べたいし一緒に行こうって食べたりはしてる。本当にギフトありがとうございます。いや本当にねありがとう。ありがとうマミーね。そう、なんか負担をかけたくないって思うあんまり。とか言いつつ部屋片付け部屋片付けてたりもらってたりしたんだけど。ごめんね、そういう面ではまだまだお子ちゃまですね私は。お風呂洗ってくれとか、そう部屋をね掃除してもらって、ありがとう。こんばんは。マミ嬉しいから、それなら私も嬉しい。本当に。感謝感謝だ。大人になったね。急に急に平野光は大人になった。大晦日配信しますか？しますよ、イベントの最終日でもあるので。はい、できたら年越しなんていうの、日またぎ配信もねちょっとできたらいいなと思うんですけど、ちょっと待ってね、髪の毛邪魔だから一回軽く結ぶわ。ドラゴン描きますか？ちょっと描かないかな多分今回。でウサギも中途半端やったやんな結局。なんやかんや言って。大人になれたでしょうか、あの頃の
私よりも。後で歌おうか。じゃあそれ、ドラゴンね、かけたらいいんだけど、多分かかないかな。なんかね、構造がもうわかんない、ドラゴンの。そう、全くわからない。ちょっとまあできたらにはなるんですけど、でもまあイベントも終わって一回ちょっと配信切ることにはなりそうだけど、はい。なんかすごい前髪長いのいっぱいいる気がする。そう、実在しないからなんか写真とかもないじゃん。なんか特徴が捉えられない。そう、難しい。皆様ぜひイベントご協力お願いします。46分から始めた。ちょっと1時間くらい経ったのか。あ、そうそう、今日ね、だからそう、片付けをねちょっとした時に虎の絵が出てきまして、はい、久しぶりに見た。そう、なんかね、どこ行ったんだろうと思ってたの。そう、どこ行ったんだろう。あ、でも多分どっかに挟んである、ファイルに入れてあるか、まあ、なんかどっかのスケッチブックに挟んであるなと思ったらありまして、久しぶりに見て、あ、すげえ、私ちゃんと書いてると思ってたら、ちゃんと書いてたと思って、いや本当ちょっと感動したよね。1年越しにしっかり書いてた私。私なりの竜、私なりの竜がもう出てこないんだよね、全く。懐かしいな、最近書いてる、あんまり時間ないか。たまに書いてました、ちょこちょこ絵を描いてって感じ。うん、全く描いてないわけではないです。そう、でもなんか前ほどずっと描いてるわけではないですかね。うん、ね、もうちょっとしたらね、歌歌って、はい、配信を終わろうかなと思います。次の絵はあるの、パソコンに一応入っ、あ、待って、消したっけ。いや入ってるはず、うん、入ってるはず。な、結局毛がなんかうまく描けなかったんですよ。全体的に色は塗っていい感じにはなってるんですけど、なんか質感、うさぎの質感が私的に納得できなくて、そう止まってるっていう。毛の質感難しいね。そう、なんかね、そう、ふわふわな感じにしたかったの。でもなんかふわふわにならなかった。ならなかった。でももう1年も経って、そうやって考えると本当月日の流れって早いよな。クリスマスもなんか昨日あったんじゃないかなっていうレベルで。この前いいモデルが届いたような。確かに。確かに。でもね、次書くなら、はい、龍です。
書くならね、書くか分からんけど。親指のところの皮むけちゃった。なんかさ、一日なんか一日を意識したらさ、すっごいなんかうわー、まだあるのか、今年まだあるのかと思うけど、なんか過ぎた日を思えばさ、なんかすごい短く感じない？でも一日をでも、いやそれなりに大切に過ごしてきているはずそう、過ぎた日を考えるとちょっと短いなって思う。そうでもなんかその一日だけを見た時に、あーなんか仕事してる時とかに先を思うとすごい長く感じるんだよね。不思議だ。過ぎたらなんか短かったなみたいななるし、不思議だわ。お、忙しすぎる。そうだよね、なんか年末ね、やっぱり忙しい方多いですよね。充実してたのね。あーママママ、うん、なんかもったいないなって思った時あった。なんか時間が、そうこうしてた時間がもったいない。だからすごい充実してたとは言えないけど、まあでもバイトしてっていうのはいろいろして、ママ難しいよね。でも充実するって。そしたらね、歌いこうかな。こんばんは。日の歌が流れ、時計が巻き戻されて、涙が止まらなくなった。記憶の宝物、何もわからないまま夢を見てた私に手を差し伸べてくれた。一番大事なことは前を向いてることだ。うなずいて元気が出た。あなたがいてくれたから、どこまでも歩けたんだ。辛い時は振り返って、その姿を確かめた。あなたがいてくれたから、諦めずやってこられた。私にとって
なたはずっとそこで優しく見守るホームタウン。流れしばらく会えなかったね。それでも忘れてなかった心のあの日なた。不意のさよならだった。誰のせいでもなくて、ただ道を行く夢は逃げたりしない。諦めなければ微笑んで言う。あ、間違えた。歌詞ごめん、間違えた。あなたに応援されてこの道を信じてきた。いつかきっと再会して頑張りを褒められたい。あなたに応援されてすぐに迷うことなく、あなたの胸で泣きたかったよ。愛は遠くて近くてホームタウン。涙出てきちゃったんだけど。楽しちゃった。でしょうか。あの頃の私よりも幼すぎて何も見えず、わがままを言ってた日々。大人になれたでしょうか。いつもの涙流してようやくここへ帰ってきたよ。ああ大きな支えはホームタウン。あなたがいてくれたから、どこまでも歩けたんだ。辛い時は振り返って、その姿を確かめた。あなたがいてくれたから、諦めずやってこられた。私にとってあなたはずっとそこで優しく見守るホームタウン。ああ大きな支えはホームタウン。ありがとうございます。なんで泣いてんの。私の
なんで泣いてんの本当に。ああ本当ね。来てありがとうございます。来てありがとうございます。こんばんは。すいませんちょっと涙がね出ちゃった。お、卒業公演以来でした。ありがとうございます。なんかね、ちょっと感動しちゃったよね。どうしようかな。逆転してる。二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだ。尖ってた父の言葉が今日は温かく感じました。優しさも笑顔も夢の語り方も知らなくて全部君を真似たよ。もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいい、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけくっついていようか。僕らタイムフライヤー時を駆け上がるクライマー時のかくれんぼはぐれっこはもう嫌なんだ。嬉しくて泣くのは悲しくて笑うのは君の心が君を追い越したんだよ。部屋の隅っこに今転がってる。叶えたい夢も今日で100個できたよ。たった一つといつか交換故障。いつもは喋らないあの子に今日は放課後
したと声をかけた。慣れないこともたまにならいいね。特にあなたが隣にいたら、もう少しだけでいい、あと少しだけでいい、もう少しだけでいい、もう少しだけでいい、と少しだけでいい、もう少しだけくっついていよう。名前を覚えるよりずっと前に、君のいない世界にも何かの意味はきっとあって、でも君のいない世界など夏休みのない8月の夜、君のいない世界など笑うことないサンタの夜、君のいない世界など ギフトありがとうございます。また切るの忘れてた。お、21位に上がりました。ありがとうございます。
類線緩いな。なんか泣きそうになっちゃう。誰にも負けないと誓ったあの日からきっと戦っていた敵は自分で、限界まで努力できる才能だけずっと胸の奥で信じてた。いつも一人じゃないから、そう何度も何度も立ち上がって同じ夢を追いかけた。いつかこの涙がこの仲間と過ごしてぶつかり合った日々が勲章に変わる。今はこの涙に似合う言葉はないから、何も言わないで肩を抱きしめていよう。ギフトありがとうございます。高い場所からしか見えない景色はいつも壁を登った先にあった。想像できる未来には興味などなくて、ずっと熱い目で夢を見てた。やがて不可能が可能に、ほんの少しずつ変わってく。この涙がこの仲間と出会えて、信じ合えた日々が勲章に変わる。今はこの涙に似合う言葉はないから、何も言わないで肩を抱きしめていよう。世界で一番悔しがる世界で一番、君は輝いてる。いつかこの涙がこの仲間と過ごしてぶつかり合った日々が勲章に変わる。きっとこの涙に似合う言葉はないから、何も言わないで肩を抱きしめて。あ、この笑顔がこの仲間と出会って信じ合えた日々が勲章に変わる。今はこの終わりのない自分への挑戦の先に眩しい未来が待っているから。今も響くけど、特に AKB 時代になんか AKB 時代からこれ聞いてたのかな。でも結構聞いてたんだけど、これなんか AKB 時代の自分にたくさん聞いてほしい。誰目線っていうね。そう、そのくらい。なんかそんな思いで自分もやってたなって感じがする。
今日なんか泣ける曲ばっかり歌ってる、もしかして次もね歌詞がすごく好き、これも何回か歌ったことあるけど、パパパ歌えるかな。トゥワイスさんの曲です。ギフトありがとうございます。遥か遠い道の先に目指す場所がある、そこから見える世界はどんな景色なのかな、不安に少し足がすくむけど、耳を澄ませばほら聞こえてくるでしょ、私を励ます、その温かい声、君がいたからそばにいてくれたから、迷わずに歩いてこれたの、降り止まない悲しみも手を取り願えば怖くない、心一つに重ねよう、 Be as one。 理想とは違う日々に、たとえ戸惑っても微笑みだけは忘れたりしないと、自分に今約束するの、不意に君がくれる大丈夫はそっと私を導く魔法の言葉ね、君といるから一人きりじゃないから、くじけても逃げずにいれるの、高すぎる壁さえも乗り越え力に変えてゆく、強くなれるよいくらでも、きっと未来へと踏み出すその背中、いつの日も私だけの道しるべなの、無数にあるか能性を信じさせてくれた人、 yeah, yeah。 君がいたからそばにいてくれたから、迷わずに歩いてこれたの、降り止まない悲しみも手を取り願えば怖くない、心一つに重ねよう、 oh, oh, Be as one。 いい歌こういうの歌ってるとね、なんかみんなに会いたくなってくる、ほんと。いつもさ、会いたいな会いたいなって思ってるけどさ、なんかさらに本当に会いたくてたまんなくなるよね。したらあと3曲にしようかな。
これをねすごいずっと歌いたかったんだけど、なんか小学校以来なの。歌えるかちょっとわかんないんだけど歌ってみるね、なんとなく。今ちょっと聞いてたんだけど、歌えるかな。これ歌詞が好きです。時代は今変わってゆく、僕たちには願いがある、この涙もその笑顔も全てをつないでゆく。ここに希望はある、君と笑えたら夢をつなぎ合えたなら信じ合えるだろう、思い合えるだろう、この時代を僕らをこの時を。心で感じた全てが僕の今までを作ってきたんだ。出会いとさよならとが強くさせた、手を振り誓ったあの日があるから、僕らはここにいるんだ。優しい歌聞こえている、背中を押す言葉がある、この命よこの一瞬よ、誰かの光になれ。風よ君と共に生きてゆけ、晴れ渡る空が悲しくなる日も一人じゃないんだ、声はそばにある、君と笑いたい、夢を分かち合いたくて、歌い合えるように奏で合えるように、この時代を僕らをこの時を。守りたいものから逃げたくないんだ、つぼみはそこにあるんだ、愛しい人忘れはしない、胸に宿る誇りがある、この定めよこの勇気よ、僕らの望みとなれ。風
風の中にいる。ここに日はまた昇るよ。ぶつけ合う日々に答えを気づこう。この時代を互いをこの時を託された今がある。歩むべき道がある。始まりの続きを生きている。この胸の中に絆はあるんだよ。ずっとずっと早かった。吹いている。僕はここで生きていく。晴れ渡る空に叫び続けよう。新しき日々はここにある、ある。風よ吹いてゆけ。君と夢をつなぎたい。愛し合えるだろう、作り合えるだろう。この時代を僕らをこの時を D メロの音ちょっと違ったけど、まあ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 いい歌。これをね、なんか小学校の時に部活なんだろう、何部だっけな、ミュージッククラブみたいなやつに入ってて、その時歌ったね。懐かしい。あと2曲。ロンドンオリンピックのテーマ曲だったんだこれ。そっか、そうなんだ。ギフトありがとうございます。2曲どうしようかな。ひかるん9歳？9歳か。意外とでもそっか、あんまり覚えてないけど。あんまり覚えてないけど、
よう。現地で見たのすご、それはすごいわ、一生忘れないね。私あんまりさスポーツを現地で見ることがなくって、そんなにそう全くあゼロではないんだけど、そんなにないので見たいな。歌が決まらないどうしよでも野球観戦してみたい、したい。しかもさ一人で行く勇気がないからさ、うん、それは叶わぬ想い、人はそうやっていくつも夜を越えて明日を探してきたんだろう。君へ想いを馳せる、遠く離れていても一人こうして見上げる空の先に、いつかつながり合える心を信じて、流れ星きらり、君は夢の中、違う探す今日の道しるべ、一瞬の光、この想いを届け、君のためにできること見つけるのさ、空の彼方まで。時を超えて出会える、まるで夢物語、隠しきれない気持ちが風に舞う、もしもあと少しの勇気があるなら、巡り合う奇跡、光る一番星、数えきれぬ星の中見つけたんだ、時はいつもまた
を追い越してく走り出すよ君にまた間に合うかな旅に出かけよう悲しみで流した涙から曇り伝わる頬空を見つめたこの場所からいつまでも名を呼ぶよ流れ星きらり君は夢の中違う明日探す今日の道しるべ一瞬の光この想いを届け君のためにできること見つけるのさ空の彼方まで旅に出かけよう次が最後の曲になります。買ったんで、温まってなかったってこと？どうして？びっくりだった。漂う空のどこか遠く祈り綴る星があるとしたら僕らはそこへ向かうだろうかそして何を祈るのだろう果たせなかった約束や犠牲になった高潔の光残るものなど何もないとしても今は信じた道をただ進め希望の花繋いだ絆が今僕らの胸の中にあるから決して散ることはない生きる力希望の花繋いだ絆を力にして明日を強く咲き誇れ戻る場所なんてないたどり着くべき場所へと迷いのない旗を高く掲げて今を生きてゆく見えないものに怯えていたたゆむことないこの世界の中それでも一つ心の波間
まに変わらないもの浮かべながら希望の花繋いだ絆が今僕らの胸の中にあるからほころびを縫い合い強くなれる希望の花繋いだ絆を力にして明日を強く咲き誇れ何のため向かうのか見失いそうな時に守り抜きたいものがあること気づいたんだ傷を隠し溢れ出したのは未来を誓った決意の涙希望の花繋いだ絆が今僕らの胸の中にあるから決して散ることはない生きる力希望の花繋いだ絆を力にして明日を強く咲き誇れ踊る場所なんてないたどり着くべき場所へと迷いのない旗を高く掲げて今を生きてゆく多分ね、今日はこれで配信を終わりたいと思います。希望の花よいお年を。早くない早くない、ちょっと毎日言ってくということでね、ランキングいきたいと思います。13位ランタンさん、12位白目フライさん、11位虹色の空さん、10位てちこたんさん、9位サルキチさん、1位ゆうぼうさん、7位かぼちゃん、6位かいさん、5位さくらのお友達さん、4位ブルルさん、3位カラスのかーこさん、2位けんけんけんさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。猫3匹とジョンさん、ダブル流星さん、サルキチさん、白身フライさん、桜のお友達さん、まさむねさん、カラスのかーこさん、ランタンさん、サルキチさん、ところてんさん、けんけんけんさん、ブルルさん、ホチトさん、かみろみさん、ゆうぼうさん、猫3匹とジョンさん、てちこたんさん、ライチさん、ゆうたさん、ピーコさんです。ありがとうございます。もっちーさん、ありがとうございます。呼ばれてない方挙手制でお願いします。はい、ということで本日は皆様長い時間お付き合いいただきありがとうございました。そしてイベントにご協力ありがとうございます。
はい、ということでね、またねちょっと配信が遅くなっちゃったんですけど、皆さんね最後まで見に来てくださってありがとうございました。はい、またぜひ待っております。はい、ということで、そして本日も一日お疲れ様でした。ね、いっぱい食べていっぱい寝て風邪ひかないように気をつけてお過ごしください。はい、それではまたね、ありがとう。ゆっくり休んでください。おやすみ、ありがとう。またね。